大牟田中学校、高等学校は、福岡県大牟田市大畑田熊と福岡県大牟田市、大畑草木にある私立中学校、高等学校。略称は、大中、大高。非常に歴史の古い学校であり、2019年には創立100周年を迎えた。全国高等学校駅伝競争大会で5度の優勝を果たしている。 普通科の入試において、従来は、ほとんどが特進コースのみの募集であり、誠新コースの募集は若干なであった。しかし、近年は、誠新コースへの高校からの入学者の募集を、積極的に行っている。総合学科、工業科は2年新級時にそれぞれ系列、学科選択を行う。普通科は、進学実績が向上してきており、国公立大学の合格者も増えている。 一年ごとに文化祭、体育祭を交互に行っている。文化祭は葉山祭と呼ぶ。フランスイーブジェム校との短期交換留学制度がある。また、中学校の修学旅行として、中学3年時にオーストラリアへの短期留学を行っている。部活動には積極的に力を入れている。特に駅伝部は1986年より28年連続で、 全国高校駅伝へ出場中で優勝5回、入賞24回を誇る競合である。柔道部もオリンピック選手を輩出している名門である。吹奏楽部はマーチングの競合。野球部は2007年春の甲子園に出場した。同じく2007年、そして2008年には弁論部がディベート甲子園に出場している。また、エコランロボット愛好会が2008年に 第24回本大このパワー燃費競技、九州大会高校の部で優勝している。自転車競技同好会は2019年度全国選抜自転車競技大会ロード、レースの出場権を獲得したが、新型コロナウイルスの影響で、中心運動部分下部最寄り鉄道駅など、スクールバス、大牟田市内及び宮間市、荒尾市、南関町、名込町、大川市、 柳川市と学校を結ぶスクールバスを運行している。ありがとうございます。